ニュースをお伝えします。6日平壌の人民文化宮殿で偉大なキム・イルソン主席の生誕110周年記念中央研究討論会が行われました。朝鮮労働党中央委員会リー・イルファン書記と中央党平壌市の党行政診断所団体の人、武力機関、科学、教育、文学芸術、出版報道、革命自責部門、党幹部養成機関の理論宣伝家が出席しました。討論会ではキム・イルソン主席の不滅の業績と指導の正しさ、高邁な品格を掘り下げて解説した論文が発表されました。偉大なキム・イルソン主席の生誕110周年記念中央写真展、偉大な人民の父がオープンしました。6日平壌の人民文化宮殿でオープニングセレモニーがあり、朝鮮労働党中央委員会リ・イルファン書記とスン・ジョンギュ文化相、平壌市人民委員会チェイシテ委員長が関係者と平壌市民とともに参加しました。リ・イルファン書記が開会の辞を述べました。セレモニーの後、参加者は会場を見ました。会場に人民を天のごとくみなす気高い理念のもと、一生涯人民の中にいて人民の幸福のために全てを尽くしたキム・イルソン主席の革命的生涯を見せる写真が展示されました。太陽節記念国家商業デザイン展示会がオープンしました。会場に国家商業デザイン展示会の会場を見る敬愛する金正恩総書記の写真をはじめ、商業デザインと経済各部門を指導する総書記の写真が掲げられていました。太陽の歴史とともに輝く商業デザインの誇らしい発展の歴史というテーマの展示会には、新しい国づくりの時から今までの70数年間商業デザイン部門で収められた成果を見せる870点余りの各種デザインと模型、実現製品などが部門別に展示されました。オープニングセレモニーが6日商業デザイン展示場で行われました。内閣と委員会、各省、主要機関の人、商業デザイン部門のデザイナー、教員がこれに参加しました。李尊博内閣副総理が開会の辞を述べました。セレモニーの後、一度会場を見ました。展示会は5月中旬まで続きます。朝鮮の電力工業部門で第一四半期の生産計画を達成しました。普通の発電所では高効率運転で生産を大幅に増やし、計画された設備の大補修も終えました。三重の発電所では発電設備の稼働率を高め、点検補修に力を入れて月別の計画を達成し、関下青年発電所では前年当期に比べて毎月1万キロワット以上の電力を増産しました。プクチャン火力発電連合企業所でも毎月の生産計画を超過達成しました。ファンヘイ北道で島民の熱意と奮闘により河川の綿棒が一斉しました。島では革新的な河川整理の計画を立てた上で、80万立方メートルの川底の浚渫と10万平方メートルの石張り工事を行いました。党国道環境保護管理局をはじめ国道管理部門と市郡では、国道管理を何よりも優先させ、地域の河川を立派に整理することに力を入れています。朝鮮中央通信社が、日本の最新略の策動は永遠の破滅につながるだろうという論評を出しました。論評は、先日日本は電磁作戦隊を設置した。電磁波領域での対応能力強化の名のもとに組まれたこの部隊は、2021年以降九州及び沖縄を中心に全国の駐屯地に順次に新設される電子戦専門部隊を統率するという。日本の電子作戦隊の設置は、宇宙とサイバー電磁波領域での軍事作戦体制を管理するための策動の一環だ。周知のように日本が
安全保障のための新たな領域の確保を口実に行っているサイバー部隊の統合、宇宙作戦軍の発足などは、どれもが自衛隊の活動範囲の拡大と戦争遂行能力のアップのためのものだ。宇宙とサイバー、電磁波領域で優位を占めるための手早い動きは、日本の半導体力の最新力の野望が極めて危険な段階に至ったことを見せている。今日本は全ての軍事力増強が朝鮮と中国など周辺諸国をターゲットにしていることを少しも隠していない。日本が誰それの脅威を運営し海外侵略策動を合理化しようとするのは高慢無知の至りで盗っ人たけだけしいことだ。日本は正気に返って周辺諸国を見直すがよかろう。変わった現実から目を背けて虚しい最新略を追求するなら二度と抜き差しならぬ破滅のどん底に陥るだろうと述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は新ニョンギル・オユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。満員殿に昇った太陽。満員殿は社会主義朝鮮の始祖である偉大な金日成主席の生まれ故郷で平壌に位置しています。金日成主席は71年1912年4月15日この満員殿のわらぶき屋で誕生しました。当時朝鮮は日帝の植民地でした。満員殿革命事跡館の解説係であるキム・クムジルさんはこう話します。탁월한수령을모시지못하여만국내의소름을강요당하지않은미만기의동서령님에게있어서위대한수령님의탄생은민족재생탁월한지도자가이나갔다のでこみなき民の悲しみを強いられた朝鮮人民にとって金日成主席の誕生は民族再生の曙光が差した日の出も同じで幸運でした。主席の家紋は祖国愛と民族愛、人民愛を家風とし、国と民族のための道に全てを捧げた熱烈な革命家、愛国者を輩出した愛国的で革命的な家紋でした。主席は早くから革命の道に出て、一生を通して国と人民に尽くします。我が身を燃やし尽くして万物に熱と光を与える太陽のように、ひたすら国の繁栄のために、人民の幸せのために一生を捧げた金日成主席、常に人民の中にいて明るく微笑む主席の優しい姿は、朝鮮人民の心の中に大切にしまわれています。金日成主席の生誕日である4月15日は太陽節に制定され、民族一番の祝日となっています。満員殿に昇った太陽、こう題してお話ししました。音楽の好きなリスナーの皆さん、ご機嫌いかがですか。毎週木曜日のレギュラー番組お望み音楽の時間が参りました。この頃多くのリスナーの方が電子メールで朝鮮の声放送との文通を再開する中、千葉県の坂本勝文さんから久しぶりにお便りが届きました。坂本勝文さんはメールに、偉大な金日成主席の生誕110周年と偉大な金正日国防委員長の生誕80周年になる今年が幸せな1年になるようお祈りするとお書きになりました。また久しぶりの再会を祝ってお望み音楽としてお会いできて嬉しいですと、若者たちの楽観的な姿が見えてくる若さは急行列車をリクエストなさいました。はい、では今日は電子メールで再会したリスナーの方々を祝って坂本勝文さんがリクエストなさったお会いできて嬉しいですと若さは急行列車、この2曲をお送りしましょう。まずお送りするのは人民芸術家の称号を受けた
李正吾さんが歌詞を書き曲をつけたお会いできて嬉しいです。この歌です。父80年、1991年に創作された歌です。歌詞をご紹介します。1番、東方兄弟皆集うお会いできて嬉しいです。抱き合って泣く笑うよ、抱き合って泣く踊るよ、ほほ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 リルリア。繰り返しです。お会いできて嬉しいです。お会いできて嬉しいです。2番です。同胞兄弟皆集う、その手を掴んで見てみましょう、熱い思いを捧げる一つになったこの国、おほほおほほほほミルリア。繰り返しです。3番、東方兄弟皆集う、たぎる獅子を合わせましょう、一星光る青い空、喜び満ちるこの国、おほほおほほほほミルリア。繰り返しです。ポチョンボ電子楽団の女性独唱でお聴きください。今度お聞きになるのは若さは急行列車、この歌です。リー・ワンスンさんが歌詞を書き、人民芸術家の称号を受けたファン・ジンギョンさんが曲をつけたこの歌は、父82年1993年に創作されました。歌詞をご紹介しましょう。1番、私たちいつも忙しいの、フルスピードの急行のように、徹夜で働いても物足りなくて、今日も心は走っている、若さは若さは急行列車。2番です。私たちいつも忙しいの、フルスピードの急行のように、何事も早くやり遂げる嵐のようにかけていく、若さは若さは急行列車。3番、私たちいつも忙しいの、フルスピードの急行のように、塔が示す未来に向けて年月たぐり寄せていく、若さは若さは急行列車。ポツンボ臨時楽団の女性二重唱でお聴きください。Thank you.
今まで坂本勝美さんをはじめ、朝鮮の声放送と再会なさったリスナーの方々を祝って、坂本勝文さんがリクエストなさった「お会いできて嬉しいです」と「若さは急行列車」、この2曲をお届けしました。再会の喜びを素晴らしいリクエスト曲に盛り込んだ坂本勝文さんにお礼を申し上げます。合わせて今日のこの時間を共にしてくださった他のリスナーの皆さんにもお礼を申し上げます。坂本勝美さんがリクエストなさった他の音楽は次の機会に必ずお届けしますのでお待ちください。では今日はこの辺で失礼します。リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。